ロードクエストは日本の競走馬である。馬名は冠名短球。6月7日の東京芝 1600メートルの新馬戦に出走。スタートで出遅れるも外から直線一騎で足を伸ばし、先頭に立っていたブレイブスマッシュを差し切り、初勝利を挙げた。次走の新潟2歳ステークスでは、新馬戦同様スタートで出遅れてしまい、道中は最後方を追走。直線に入ると開いた内から馬なりのまま先頭に立ち、鞍上の田辺博信が後続を振り返る余裕を見せながら、ゴール板前を先頭で通過した。放牧を挟み、ホープフルステークスに参戦。4コーナーでハートレイに外へ張り出されてしまい、直線で捉えきれず2着だった。陣営はクラシック競争へ向かうにあたり、スプリングステークス、皐月賞、日本ダービーの参戦に連続して騎乗できる騎手として、池添謙一へ依頼し、コンビを組むことが決定した。スプリングステークスでは、断然の一番人気に支持され、後方から追い込むも坂を登ってから脚色が同じになってしまい3着までだった。皐月賞ではスタートを決めるも内で囲まれてしまい8着に終わった。この5陣営は、日本ダービーの前に NHK マイルカップへ向かうことを決めた。レースでは3コーナーで前の馬に乗り上げるアクシデントがあり、直線では大外から上がり、最速の末、足を繰り出すも、最内で逃げ粘るメジャーエンブレムを捉えられず2着だった。日本ダービーでは、主戦の池添がオークスで騎乗停止となったため、岩田康生とコンビを組むこととなった。レースでは、道中を前目で、進めたことで引っ張り通しとなってしまい11着に終わった。秋は、京成杯オータムハンデキャップから始動。馬なりで4コーナーを回り、坂下で先頭に立つとそのまま押し切り重賞2勝目を飾った。6歳となった2019年以降はすべて着外続きとなり、2021年3月4日をもって JRA の登録を抹消。大井競馬へ移籍した。移籍2戦目、盛岡競馬場に遠征史跡霊賞に出走、2周目の2コーナーで先手を奪うとそのまま、押し切り2馬身半差をつけ1着、2年9ヶ月ぶりの勝利となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。父松田ゴッホと母松田ワルツは、共に高橋文江を馬主とし、父は2007年の有馬記念を制したほか、これを含めて10勝6勝を挙げている。母松田ワルツは岩手競馬のオークスであるひまわり賞など岩手で7勝を挙げた。ありがとうございます。